ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル。ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラーパラッパラー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 。はいはい、来ましたね。来ました。はい、ミキさん、ミキさんとちょっとコラボしたいなと思って俺に言うことじゃないですよ。でもそれはだから、いやもう俺が知ってるのは庄司ミキで、はい、藤本ミキ俺知らないんですよ。ちょっとお願いします。お願い、いやミキっていうのをそのままケイチョンチャンネルに預けるっていうのは、はい、なかなかハードル高いと思いますよ。なんでですの？だっていろんな…なんでですか？それ…うち…約束は果たしましたよ。はい、ね、俺約束は果たしましたよ、本当に。はい、はい、ね、ありがとうございます。スーツがちょっと怖いんですよ、はい、なんか企んでるような感じがして。企みじゃございません。ミキティが会社で打ち合わせしてるっていうことはもう知ってるので。そうでしょ。はいはい、ここだからコラボできるようになったら、はい、もう庄司さん大丈夫ですか、お帰りください。いや入れてくださいよ。なんでですか、関係ないでしょ。あなた関係あるでしょ。だってあなたもなんか 2.1、 いや数字で見なくちゃダメですよ。数字で見ちゃダメです。 2.1 万人で別にもうあんまりコラボしても関係ないでしょ。汚くなったな、本当に。何言ってなくなったんですか、もともとですよ。ねえ、オープニングってあれ3回も撮り直すんだよ。あ、そんな大事にしてんすか。そんなに、あれ軽くやってんじゃないですか。1回じゃん、ね、3回、1回じゃん、3回やったでしょ。1回じゃん、ね、なんてこと言うんじゃん。あれいつもなんか軽めにやってなんか早くノリでやってた。3回やってましたよ、3回ね、お前ら1回しか使わない。お水持って何してるの。色、違う違う、あのばらまきやすいよ、準備するそうなお前いらんこと言うな、ばらまきとか。お前いらんこと言うなよ。ちょっと本当に、僕が連れてきてこういう暴れられちゃうと、はい、ちょっと僕の印象もよくなくなっちゃうんですよ。私の印象が一番大切って、あなたの印象関係ない。いや俺はずっと付き合い長いですから、はい、あなたと付き合ってるっていうことは私と付き合ってるのもんでしょ。何言ってるんですか。失礼なこと言わないでくださいよ。失礼、でもなんか失礼があったらダメだなっていうのが分かってます、そんなもんは。パンティみたいな人だな。ここっすよ。大丈夫、入ってて大丈夫。ごめんください。あ、ごめんください。どうも。すいません、ごめんください、はい、ケイちゃんです、すいません。あの、今日すいません、旦那さん、旦那、ちょっと旦那さんと今日は、すぐ俺に旦那さんと早く、すいません。あ、あ、どうもマネージャーさんですか、すいません。社長ですよ、社長。社長さん、すいません。この度はですね、どうかっていうか、もう近づいてください。あ、すいません、この度は、はい、ちょっと、ぜひとも庄司さんが、はい、うちの、ミキさんとコラボやっていただけませんかって。いや、売り込んでないですよ。はい、いや、売り込んでないですか。お願いします、ね、その、売り込んできたんで。いや、売り込んでないです。いや、もう売り込むんだったら、ぜひということで、私の方も、ぜひそれだったらってことで。な、それずるいっすよ、それは。さらお前がそれずるいでしょ、それは。お願いします、売り込まれたんですね。売り込まれて。売り込んでないよ、俺は。ちょっとね、だから売り込んでないよ。いいの、いいの。はい、だってなんかすごいすいませんって書いてますし。はい、逆にすいません、なんか大丈夫コラボしてケイチョンと。何がですか。やめた方がいいですか。何言ってるんですか。だから今日なんてちょうど見てください、こう横並びになったらなんか
コーディネートしてる夫婦みたいになってますもんね。夫婦にはならないでしょ。夫婦みたいになってますもん。だからこれはやっぱりこういう風な似合ってる感じのコラボでなると思いますんで、本当に本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もう決まりですね。じゃあいいのいいの本当に。え、わかんない。もういいの。ミキさんが なんだろうな、どっか二人でなんか表参道とかデートするようなそういうフラグでいいじゃないですか。山本さん、そんなやつやってないでしょ。あれ、ミキさんなんて出ればいいだろうが。表参道でデートするんですか。はい、だからミキさんの方のチャンネルで表参道か、はい、あとはもうそうスカイツリーあたりを登るようなそういう緩いロケをする。いや、いいんですか本当に。じゃあ確認した方がいいよ。誰で確認するんですか。社長もいるし、マネージャーさんもいるし。社長さん、あのミキさんを預けていただけるというふうに、すいません、ありがとうございます。もうあの答え出してない。いや、答えはもうそういうことですよね。社長さん、そういうことでよろしいですよね。預けるどういうこと。だからあのコラボをやるのに、あのもうこの度だからちょっとデートをしようと思って、だからこの度はこうやってクリスタルガイザーを持ってたんで、どうぞ本当によろしくお願いします。じゃあありがとうございます。もっと多分痛いところありましたね。いや本当にこっち膝のどこでした。膝でした。膝だったって。実際は膝でした。痛ねー。もうやめなさいでしょ。帰れよもう。帰れよ。何ですか。なんで急に強くなるんですか。いやもう恥ずかしいっすよ。あなた奥さんいるときそうやってわざと強めにならないでくださいよ。普段恥ずかしいっすよ。普段すげー弱いのに。恥ずかしい先輩、俺の前ですげー弱いのに。なんで奥さん恥ずかしいっすよ。なんか何が恥ずかしいんだよ。恥ずかしい先輩です。こんなにこれモノトーンで似合ってるの。本当だ。帰りましょうよ。何がですか。で、テスラ買ったのでちょっとどうですか、一緒に乗っていただいて。テスラそれ買ったんですね。はい、テスラ買ったんです。買ったので、はい、言ってましたね、あなた。はい、それ今日乗ってきてるんですか。乗ってきてます。じゃあ私乗ります。じゃあ俺も乗りますよ。あれと関係ないでしょ。いや、関係あるでしょ。なんですか、あれと関係ない。コラボ、なんで、なんで二人きりでドライブするんですか。なんですか、コラボがコラボがあなたでしょ。この人関係ないよ。コラボしたことないよ。お前関係ないだろうが、お前は。あるぞあるぞ。だって2人で、あれ2人乗りでしょ、車。2人乗りじゃないですよ。何乗るんですか。5人乗りです。え、で松本ディレクターも乗れるし。なあ、関係ないよ。だそれはこっち関係ない。で、寺井さんも乗れるし。いや、社長も乗れるし。誰でしょ、そんな社長とか。だってあなたたち乗ったらさ、沖に行くような会話になってしまいますから。何企んでるんですか。企んでるとこじゃないですか。せっかく2人だったら2人でしか話せないことがあるんです。そういうのあるでしょ、あなたのこととかも。あなたこの間もね、はい、なんかさ、ちょっとうちの軍団でさ、はい、あのお食事最後したじゃないですか、はい、なんかプレゼント持ってましたよね、クリスマス。あれ何ですか、あなた。そういうの誰かにね、プレゼント持ってきてる。いや、それは淳さんにプレゼントですよ。12月4日誕生日だったんで、淳さんに渡せてないから渡したんです。何ですか、今年そんなみんなに渡してないでしょ。それ聞くんですか、それ何持ってきたんだよみたいな。いや、でも違う、持ってんのよ、ずっと。なんで聞かないの。いや、ずっと持ってんのよ、こうやって最後まで。んで、あ、俺なんかもしかしたら帰る寸前に、うん、あ、矢野さんって言って、俺なのかなと思って、ちょっとタクシー2台ぐらいやり過ごしたんですよ。なんかまだもらってないしなって一番後ろの方でこんな持ったのが。山本さんにあげるタイミングではないでしょ。223でしょ。分かんないじゃないですか。223でしょ。223だから順番に223があって、で遠藤があって、脇田があってみたいな。いや、まあ一番最初は元旦のお前なんだけど、この人ね、元旦誕生日だからね、もうやりづらいんですよ。ややこしいですよね。もうハッピーバースデーとかじゃなくて、もう明けましておめでとうございますって、みんなになんかこうやってる時にもう誕生日なんで、もうやり過ごしてしまうじゃないですか。
いや覚えておいてくださいよ。お前すぐそうやってアッチに点数稼ごうとするよな。この人ね、奥さん聞いてください。この人アッチにはすごいね、手厚いぐらいね、媚びを売るんですよ。そんなこと。誕生日とかになったらね、誕生日の歌をね、アッチの SNS であげるしね。あげてんでる。誕生日の歌。俺悪っじゃねえかね、やってることは。誕生日の歌を。何が歌なんですか。お前じゃないでしょ。お前歌にとってめパクロで喋っとるだけやろ。でも確かにあの録音してるのは聞こえてますよ。2階のちっちゃい部屋でですか。はい、2階のちっちゃい部屋は余計でしょ。あれあのミキさん、あのもうちょっと考えていただけませんか。旦那さんの部屋が小さすぎるんですよ。あそこかわいそうで、私あそこでロケしたことあるんですけど、なんでこんな小さい部屋なのか、もうちょっと大きい部屋にしてあげてください。天井が高いですよ、あれ、あの家の中で一番天井が高いですよ。じゃあ天井が高いっつったって、あなたのいる場所が狭すぎて、あれなんとかならないですかね。もうちょっとあの家賃払わせますんで。もう払えるのな。もう払ってんですよ。もうちょっと払えるじゃないか。家賃お願いしますよ。あんな狭いところ、もう本当ネズミみたいな、ハムスターみたいに暮らしますよ。俺そんなことない。俺の話はいいですよ。だから二人コラボお願いしますよ。はい、お願いします。やった、やりました。よかったですね。ね、実はやっぱお二人がね、お付き合いしてる、うん、そしてご結婚してる、はい、全然私何もできてないじゃないですか。急にそんなそうなんですよ。でね、もう13年経ってますよ。はい、13年経ってでもお付き合いして、うん、あの写真週刊誌に載るって、はい、前日庄司さんから連絡があったんですよ。お、私宮崎にいる時に内緒にしてましたから、ずっと内緒にしてて、お付き合いしてるっていうのも内緒にしてて、で急に庄司から電話があって、私ちょうど宮崎で車運転してたんですよ。で、あっと思って、珍しいな庄司からって。でパッと取ったら、ちょっと山本さんご報告がありますって、タレントのミッキーさんとお付き合いしてるのが明日写真週刊誌に載りますって、で言ったんですよ。で、マジで？でもまずどう、マジで付き合ってたの？はい、ちょっと今まで内緒にしてて、でもこのタイミングで明日写真週刊誌に載るんで、お伝えしようかな。いやそれ良かったじゃん、やったじゃんって言った時に、携帯を持ってるっていうことで私警察に捕まったんです。確かにそうだ。バーン止められて、少々待てっつって、で私はずっと宮崎でもう願をかけて、もう本当あの二人が一緒になれればいいなっつって、いつも近くのね、大見神社っていうところにお参りに行ってたんですよ。行ってました。でその結果結婚して、でね、子宝にも恵まれて。だけど私その間ね、本当何にもしてあげれなくて、私の3300日連休の間だったんで。ああすごい。そうなんですよ。もう何にもね、すっからかんで、もうどうしようかみたいな時も、まああったようなないような感じだったんですけど、まあ実際はもうすっからかになったんですけど、どうしようかとは思ってなんか、なんとかなるっていう感じだったんですけど、だけど二人にね何もできてなかったんで、ちょっと今日はね、怖いんですけど。ちなみになんで内緒にしてたんですか。軍団山本の軍団長に。なんかセッティングしろって言われそうよ。じゃあセッティングだなっていう方向の話になりそうだな。なるほど。そうか。そう。まあね、もう今はね、そらね、はい、もうそらもう庄司さん、それからもうなんていうんですかね、180度。性格が変わりましたよ。それまではもう本当、そうです、それまではもう本当セッティングの神って言われてましたから。すごい。いや、そこまでではないですよ。セッティング王って言われてたもんな。誰が異形なんですか。セッティング1 S1 だったら多分王者を取ってるぐらい、そんなそういう時代もな。セッティング王とかっていう過去もそんなに知らないからやめてください。いや本当に数あるいろいろな、はい、いや、もうないです。
たんです、はいはい、だからもうセッティングをそうそうセッティングしろっていうことになるかなと思うんですよ、ね、披露宴とかは出てなんですか、はい、披露宴とか結婚披露宴はだから3300日連休中だったんで、はい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 、呼びたかったんですね、うんうん、呼びたかったんだけど、うん、なんかやっぱり山本さんもあやめとこうかっていう、そうですそうです、やめとこうかってなんでやめとこうか、逆に3300日連休なんだから連休中ですからどこへでも行けたはずですよね。いや、まあ、どちらでやられたんでしたっけ挙式。いやハワイです、ね、ですよね、はいはい、3300日の連休ですから100日やろうが200日やろうがその間私行けましたよ前乗りだろうが。いやそうだからハワイに行ったとか披露宴に、披露宴は東京でやりましたけど、うん、披露宴に来てたとかってなるとまたこういろいろ違った方面で盛りが触るかなと違った方面っていうのは吉本の方もね、すごい死ぬほどいっぱい来て別に吉本 NG じゃないそうですよ今吉本ですから何言ってんの加藤さんは今あちらもう個人に行かれました。私は吉本で頑張ってますね。でも3300日中だから どうなんですか。3300日の時は解雇されてる後だからフリーでもう一般人の時です。でもなんとか山本さんを呼ぼうと思って、はい、なんか考えたんですよ。え着ぐるみを着てもらって何それお前。いやね、どうにかやっぱ出席してもらいたいから着ぐるみの中に入ってもらって、うん、で出席してもらったらどうとかっていろんな案は考えたんですけど、だけどまあいろんな大人と話し合ってやめとこって結果結果それが。いやでもね、家が完成した時も来ていただきましたし、その後からやっぱね、いろいろ大変だと思いましたね。お呼ばれして、うん、でね、ミキさんがいろいろ鍋をね、こう作っていただいて、で、我々食べて、で、まだあの時お二人目でしたからね、こうやって抱えてる時だったんですよ。抱えてる時で大変なのにね、鍋やったり、いろいろコーヒー出していただいたりみたいな時に、たまたまね、なんかビニールかなんかが、うん、机の上からヒラヒラヒラと落ちたんですよ。で、あ、落ちたと拾おうと思ったら、うん、ミキさんが足の指で拾って足の指で捕まえてこうやって取ったんですよ。大変だな、猿みたいだなと思って、ね、足の指で座りながらこうやってチャッチャッチャッってもういけますね。で、パッてやったのを、あ、素晴らしいなって逆に、うん、あ、お猿さんみたいだなっていうそういうイメージが、ね、頼もしいですよ。頼もしいですよ。でだからその間も何もしてあげれなかったんで今回ちょっと、うん、何怖いんですけど。怖くない本当に。はい、いやでもこうやってやっぱり一気に増えたですし、はい、そうなんですね、しみこういうことをやってくれるってことで、はい、やっぱ我々そうですね、その他のみんなこうついていくわけですよ。愛されてるんですね。あ、そうですね。よ、ご家族マジで本当ですか。四人家族。あ、ケイちゃんのやつだ。はい。ショーツ赤がいい。いや、今日はコンバースなんで赤のコンバースなんで。赤のコンバース。はい。で赤と赤合わせていただいて。はい。ちょうどよかったですよ。ちょうどよかった。うん、あ、かわいい。すいません。毛が見えないので。キャップの CM やってない大丈夫。やってないです、うん、これ別にキャップの CM じゃないですから多分 毛ですから、うん、あらーおりやなーにーねーこれで、あとお子さん用も青とね白黒パンダちゃんとありますんで、はい、なるほどね、白で白ですね。これパンダちゃん、パンダちゃんなんですか。はい、でネーミングがありまして、はい、これはカフェオレで、これは宮崎ブルーで、あれは広島レッドっていう対象なんです。パンダちゃんって、うわーらー、パンダってるねー、そうなんですよ。あらー、じゃあ私がこれをほら4色、ちょっと待って、寺井さんの、あらー、なにこれね、全員でほら、あらー、本当に
定期的にホームページみたいなチェックしといた方がいいですよ。勝手に使う可能性あるから。いや怖い。いやもう被ったんで勝手にどころじゃない、もうオフィシャルですよね。被ったらもうオフィシャルで使わさせていただきます。すいません。よかったです、はい、本当にこれは本当にもう渡したかったんで。なんかね、はい、あれだと思ったでしょ、なんかご祝儀かな、なんか思ったでしょ。そうですね、なんか子供3人と、まあ、結婚とみたいな、あるかなと思ったんですけど、たまにみたいな。ありますよ、そんなもん。ご祝儀渡してないんですか。あ、ご祝儀渡してないんですか。してない。ここへまだもらってるんですか。いや、もらってます。もらってるんですけど、けど、うん、また改めてくれるのかなと思った。そうですね、なんかすごいありがとうの気持ちが。いやいや、いいですよ、そんなもん。しかもお子さん3人ですか。そう、3人です。めちゃ間違えてますね。え、私4人家族でやってます。ああ、3人です。お子さん3人って言ってます。え、あ、そうか、増えたんだ。足りないですだから色が5人や。いや、いいです、いいです、そんな、そんな、いい、いいです、いいです。もう最近なんか金配りすぎですよ。あ、そうなんだ。いや、それもいいです、本当に。今それはもうジョークで言いましたから、はい、入江以降金配りすぎですよ。そうなの。すごいチャンネルでお金配ってるんですよね。あ、前澤さんから何、ね、ですか。お金配りおじさん。お金配りおじさんですよね、今ね。金配りおじさん。いや、だってね、だってそれはもうご結婚して何もできてなかったんで。いやいやいや、結婚とかいろいろこうお祝いをいただいてますから、うん、それもうジョークですよ。そうそう、もういいですよ、もうそんな、もう本当に。で、しかももらう女なんですよ。もらっちゃう人なんですよ。もうそのね、出したらもうもらいます。出したらですから。いいんですよ。あ、すごい。いや、いいって、もう本当に低い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 。すごい、見て。いや、もう返す、それは返し。ついてるよ。イエーイ。イエーイじゃねえんだよ。イエーイじゃないんだよ。返せ返せ。本当におめでとうございます。いいです、最初の紹介しましょう。何もできてなかったんで、はい、してもらってます。何もできてなかったんで、本当に。いや、いいって、いいんですから。本当にいいっすよ、本当に。金配りおじさんになってる。すごいな、感動。イエーイ。イエーイ。いや、ダメですって、これは。いや、もう本当にもうあのいろいろしてあげれなかったんですよ。私ずっとね、本当心残りだったんです。やっぱりね、この期間でね、またこの3300日の間に本当皆さん結婚出産ずっとしたんですよ、周りの方々も。いやいや、私その間何にもできなくて。いやいや、ほんでね、違う違う、んでね、ぶっちゃけて帰ってきたじゃないですか。んで、あの、戻った時にみんなで集まった時に、うん、本当みんなでちょっと割り勘でなみたいな感じで、まあ山さんいいですよって言って、あつしとか遠藤、まあワッキー庄司とかが、まあね、あの、あつし遠藤はちょっと多めで、まあ庄司ワッキーは1万ずつでいいよみたいな、そういうやり取りを一番上の私がね、うん、見てて、もうなんかもういたたまれなくて、でもこういうことでもないとお返しができません。泣きそうになってます。もう待って、いいんですって。もうもうやだよ、もう。なんで泣くの。もういいって、もう本当に。これもういいんだって。これ私もういいって、一緒にやれてんのがいいんだって。これもう本当ね、もう何もしてないとか、もういいんですって。本当に大変でしょ。大変でしょ、庄司さんはね。いや、山さん、本当に。だからそれは、もうそれはもう本当に、もう脳で、それはもう。いや、俺はもらうけど、返した方がいい。なんでだよ。いや、俺はもらう、返しなさい。いいんです、これは。いや、本当に。もうね、それは。いや、いい、本当に山本さん。バカな芸人さんをね、もう旦那さんにいただいて、で、こうやって頑張ってるんだから、3人のお子さんをね、育てて。これはこれで、その代わりもう、アツシさんとか遠藤さんが今後これを見て、うちもっていうなったら、私ももう本当怒りますけど、それはもうそれでさせてください。いやー、もういい。本当に。
お願いします。いや何もしてないとか本当にないんで、ね、一緒にこうやってできることが僕は嬉しいから、彼女も嬉しいと思うんで、ありがとうございます。ではこちらのターンはこの辺で終わりたいと思います。終わるのかすいません大きな声で、はい、これはこれでもう本当にいいですよ本当に、いやいやいや、もう本当にこれはもう、はい、大丈夫です。でもずっと言ってましたよケイちゃん。そうなんですよ、あのミキティさんとコラボするっつったら、いや本当にやりたいことあんだよっつって真面目に本当ずっと言ってたんですよ。いやいや僕なんかただノリでと思ってましたから全然違いました思い。いやいや私は本当にそれはもうねずっと心残りだったんです。加藤さんのところもそうなんですよ。お子さんが生まれたりいろいろしているのも実はいろいろできてないんです私、もうめちゃイケが全部入ってたりしてたんでね。そうなんですよ。でもまあまあいいです。だって私はね一人でいるわけですから。ちょっとやめて私一人ぼっちでいるわけですから急にかわいそうになっちゃう。いやいや、かわいそうじゃないただまあね、あの庄司さんの、まあ、庄司さんね、広い部屋の方に、はい、もしね、あの移動することがありましたら、はい、私、庄司さんの部屋行ってもいいかなと思ってます。あの狭い、はい、あそこに入れ替わりハムスターブラーの私、あそこに行ってもいいか。あそこにあるクソとか全部、そんな狭くないですよ。クソとか全部出しますんで、はい、だからもうその時は、はい、時よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いいっすよ、ほんとに山さんいいの、これは、うん、そうそう、これはもう好きなもの使ってパチンコだろうが。パチンコやらないですよ。パチンコやらないですよ。パチンコ始めてもいいっすよ、ほんとにいいの。もう大きすぎますよ、こんなねえとんでもないなんでこれ、奥さんの前で泣くんすか。もうやだよ。なんで泣くのなんで泣くのよ。いやもう何もしてないとかっていう、いや何もすごいずっとされてますから、してくれてますから、そんなのいいですって。絶対違ういいですよ。やりますか、コラボ。はい、ミキティ。涙が出て、いますけど、いません、いません。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。